今回の動画は2023年7月2日に高知空港から高知市上空までフライトした時の全記録映像になります。ぜひ最後までご覧ください。ドキュメント2023年7月2日高知市上空飛行フライトオーバーザ高知指定ジュライセカンド2023。2023年7月2日17時29分高知空港に到着。エプロンを機体まで歩いていきます。振り向くと CAB やタワー管制塔が見えます。搭乗機体のパイパー PA-28 に到着しました。パイパー PA-28 の飛行前点検を実施。17時42分パイパー PA-28 に搭乗します。パイパー PA-28 の発動機を始動します。17時53分、パイパー PA-28 が滝信号を開始します。パイパー PA-28 はタンゴ5まで滝信号を行います。高知空港ターミナルビル前通過します。高知県消防防災航空センター前通過します。パイパー PA-28 はタンゴ5に到着しました。タンゴ5はこの辺りになります。タンゴ5より滑走路に入ります。パイパー PA-28 はランウェイ14から離陸します。テイクオフランウェイ14。パイパー PA-28 はランウェイ
14から離陸後クロスウィンドレブに向かって左旋回します。高知医療センターに毒ヘリが飛んでいくっぽいです。パイパー PA28 はクロスウィンドレグからダウンウィンドレグ、さらにベースレグに向かって左旋回します。パイパー PA28 はベースレグからファイナルアプローチでタッチアンドゴーを行います。PA28 はタッチアンドゴー後に右旋回して高知進行方向に向かいます。パイパー PA28 はタッチアンドゴー後に右旋回して高知進行方向に向かいます。高知医療センターのヘリポートに毒ヘリが着陸しています。高知医療センターのヘリポートに毒ヘリが着陸しました。高知新港、新来島高知重工、浦戸大橋が見えます。高知新港、クルーズターミナルが見えます。五台山が見えます。パイパー PA28 は進路を一路高知市中心部に取ります。パイパー PA28 は浦戸大橋上空で右旋回、高知市中心部に向かいます。高知市中心部上空まで来ました。高知城、 RKC、 高知放送、高知県庁、高知市役所が見えます。本庁舎、高知県議会等が見えます。パイパー PA28 路線回率が一定でないためカメラがブレブレになりすみません。高知城周辺の建物群が見えます。イオンモール高知が見えます。陸上競技場、龍馬スタジアムが見えてきました。高知県庁、高知新聞社、高知市役所、RKC、高知放送、NTT コミュニケーションズ、高知ビル、四国電力、高知支店が見えます。
18時11分、これよりパイパー PA28 は高知空港に帰投します。高知市中心部から一路南下し、浦戸大橋上空で左旋回します。18時17分、浦戸大橋まで戻ってきました。浦戸大橋の奥側が高知新港になります。18時17分、タンカーが太平洋に出港していくのが見えます。18時19分、遠くに高知市中心市街地が見えます。百瀬分高地、旧ホテル日光高地、朝日ロイヤル、トップワン四国が見えます。PA28 は浦戸大橋で左旋回した後、高知空港に向かって海岸線と平行に飛行します。パイパー PA28 は高知空港に着陸するにあたり、ランウェイ14、山側から海側に回り込みます。見えてきました。パイパー PA28 は海岸線と平行に飛行し、空港手前で左旋回後、ダウンウィンドレグからベースレグ、ファイナルで着陸します。ランウェイ14から着陸します。ランディング、ランウェイ14。給油車がエプロン上を走っているのが見えます。高知空港ターミナルビル前、通過します。エプロンにカラスらしき鳥ガニはいます。パイパー PA28 は無事駐機場に到着しました。パイパー PA28 が駐機場に到着すると、すぐに羽田発高知行き JAL497 便が入ってきました。
3188便が出発していきました。 JAL 3588便、エンブラエル、ERJ、170、タキシング開始、タキシングスタート。8便、エンブラエル、ERJ、170、ランウェイ、14より離陸、テイクオフ、ランウェイ、14。スーパーケースチャンネル。これからも、スーパーケースチャンネルをよろしくお願いします。よろしければチャンネル登録と高評価いただけましたら幸いです。 Please subscribe to the channel and give it a high rating。バンテージポイント。